サガラコーチチャンネル。はい、どうも、ヘビコロ編集サガラコーチです。僕って2020年の記憶5日間くらいしかないじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、2020年印象的だったこと、早速いきましょう。イギリスが EU 離脱、僕もウーム円満離脱したいこととなりましたっていう動画出さなきゃいけない使命感に駆られました。新型コロナウイルスが蔓延始まる、コロナ禍を読めないコロナ渦が大量発生。第4次韓流ブーム到来、愛の不時着イテウォンクラスをはじめとした動画の大ヒット、影響されていがぐり頭にしちゃう勘違い野郎も続出しました。東京オリンピックの延期が決定、アツモリが発売、任天堂スイッチが品切れ、再生数が沈んでいたゲーム実況系 YouTuber が熱盛で回復し、まさにドルバトでした。エイトの香水大フィーバー、夜中にいきなり LINE を送ってくる睡眠妨害の歌が話題になりました。緊急事態宣言発令、半密、3つの密でカッチカチの陰を踏む小池都知事が話題になりました。アベノマスク配布開始、意識調査によると使用率は 3.5%、 安倍内閣が引き上げた消費税 8% よりも低い割合。ニュース手越優也さんがジャニーズ事務所退所、 YouTube チャンネルでライブ配信された会見の動画は1000万回再生を突破。ちなみに私は誕生日にライブ配信をしたらチャンネル登録者が80人減りました。生まれてくるな。レジ袋の有料化が全国で開始、コンビニ店員との会話が一つ増えました。安倍晋三首相が辞任、辞任したいこととなりましたという意向を固めた会見が行われました。大学入学共通テストの出願開始、従来までのセンター試験が廃止されて初めて実施となる今回、何が共通なのかは未だに分かりません。映画鬼滅の刃が公開初週で興行収入46億円突破。ちなみに私の鬼滅の刃の動画は公開初日で6000再生というチャンネル史上最大の大こけしました。ソフトバンクが4年連続日本一、年末年始の GoTo トラベルキャンペーン中止、流行語対象が3密に決定。今年の漢字一文字が密、合計4密ですが、今年の漢字一文字が発表される清水寺には記者が大勢集まり、密であるという皮肉な構図でした。続いては視聴者さんが印象的だったこと、有名人が YouTube 始めてること、有名人なのに再生数が少ない人を探す再生自粛偵察が日夜行われています、自粛生活が案外板についたこと、マスクしてない顔を見たことがない知り合いが増えました、オンライン授業とかで怠惰のやつがさらに怠惰に堕落したこと、私もテレワークでしっかり怠惰レベル上げました、オンライン授業で見た人を実際にキャンパスで見かけたら、え、この人本当に実在したんだと思ってしまったこと、テレビで見ていた芸能人をコンビニで見かけた気分、外で鏡を見ると自分がイケメンになっていること、マスク、多目的トイレの使い方、目的が人によって違うことが判明しましたね。